お待ちを。お二人ともちょっと待ってください。見覚えのあるお顔、もしかして噂の旅人さんとパイモンさんですか？こんにちは。突然ですが少しお時間をいただいても、ご相談したいことがあるのです。私の名はナビル、狂霊院のマハマトラを務めています。お二人はセモ先輩のお友達ですよね。先輩からあなたたちのことをお聞きしたことがあります。実は今先輩は缶詰知識の密輸事件を追っているのですが、もうかれこれ数日連絡がついていないのです。え、まさか危険な目に遭ってないよな？正直先輩の安全を脅かせるようなことがあるとは考えにくいのですが、ただ連絡が遅いのは予想以上に事件が複雑だったからなのかもしれません。お二人は頭が切れ、勇敢で有能だと聞いています。缶詰知識の密輸事件を一緒に調査していただけないでしょうか？いいぜ、そこまで言われちゃな。最近市場では出所不明の缶詰知識が急増しています。その裏には完全な密輸ルートが隠されていると我々は推測しています。一部の学者の研究によれば、缶詰知識を大量に使用することは深刻な結果を招くようです。しかし人々はまだそのことを認識していません。また危険な缶詰知識がすでに市場に出回っているという噂もあります。噂の真偽に関わらず、密輸ルートの徹底解明には一刻の猶予もありません。前回瀬野先輩から連絡があった時はスメールシティの外で調査されていたようです。何か手がかりを見つけた様子だったのですが、以降は何の音沙汰もなく。わかった、早速行ってみるぜ。何か進展はありましたか？お前らか。道理で馴染みのある気配を感じたわけだ。今調査中だから話はまた今度な。様子を確認してきてほしいってナビルに頼まれたんだ。ナビルに許可なく俺の行動を晒すとは。まあ今はそんなことを気にしてる場合じゃない。状況はお前たちが思っている以上に面倒かもしれない。すでに何人かの審判を終えたが、得られた情報はごくわずかだった。話せば長くなるんだが、缶詰知識を密かに売ってる場所に関する情報が入ってきた。興味があるならついてくるといい。なんだか複雑そうだけど、セノと犯人を捕まえに行くなんて、オイラたちもマハマトラになった気分だぜ。ひひ、それじゃあ出発だ。
これで全部か？前回よりもだいぶ数が減ったな。そんなことはどうでもいい。買うのか買わないのか早くしろ。最近は取り調べが厳しいから在庫があまりないのさ。もし気に入ったものがあるんなら早く買っといた方がいい。次いつ入荷するかは誰にもわからんからな。教令院の奴らは一体何を考えてるんだろうな。さてこれとそれを積んでもらおう。あとは、いい物はないみたいだな。普通の知識ばっかりだ。まあ、いい、勘定してくれ。15万ボラだ。金を先にもらうぞ。いや、その必要はない。だが、人と貨物は残してもらおう。お前は、セノ！くそ、しつこい集め！おい、物を捨てて別れて逃げよう。モラも忘れるな。じゃじゃーん、パイモン登場。お前ら逃がさないぞ。仲間？どういうことだ。仲間はいないんじゃなかったのか。まいったな。どっちも手強そうだ。どうにか逃げ出す方法はないか。俺らの負けだ。こんな少ない利益に命を懸ける必要なんかない。え、あっさり降参したぞ。前に捕まえた奴らも同じような態度だった。奴らはただの下っ端販売員だから深く関わってるわけじゃないのさ。さてお前らに聞きたいことは一つだけだ。この缶詰知識どこから仕入れた？仕入れる場所は特に決まってないんだ。上の奴らから一方的に連絡が入るだけで、あとは5日ごとに誰かがブーツを持ってくる。次送ってくるのはいつ？知らんな。本当に知らん。3日前にブーツを受け取る予定だったが、荷物の影すらないときた。今手元にあるのは8日前にもらった缶詰知識さ。それももう残り少ないがな。3日前から貨物をもらえなくなったのは俺がちょうどこの件を調べ始めたからだろう。おそらく上はそれを知って連絡を絶ったんだ。先ほど逃げようとした時俺に仲間がいないと言ったな。どこからの情報だ？商売を始めた初日に上からあんたの情報をもらったのさ。気をつけろってな。ま、結局捕まったが、てか気をつければ回避できるようなことでもねえだろ。とにかくそういうことだ。相手は俺のことを詳しく知ってて、前からずっと姿を隠してきた。外に泳がせているのはただの下っ端。いくら捕まっても問題は解決できない。もし他のルートがあればいいんだが、例えば缶詰知識を売る大商人とか。うん？あ、それってドリー。心当たりがあるのか。合わせてくれ。代わりに審判してやろう。審判？それほどの危険人物、当然野放しにするわけにはいかない。セノとドリーを合わせない方がいいみたいだな。そうか。この二人のことを何とか片付けて、また情報収集しに行こう。何か新しい情報があれば、キャラバン宿駅で俺を探すがいい。それとお前、二度と缶詰知識を買うんじゃない。まだ使ってない缶詰知識があれば、速やかに提出しろ。わかってる。し、余計なお世話だ。おい、その態度は何だ？何か？缶詰知識の売買はお互いの合意のもとで行われている。それをあなた方は何が何でも邪魔しようとしてるんだ。こんな便利で都合のいいものを
教令員が禁止しようとするのは独占したいからってだけだろ。缶詰知識の潜在的な危険についてはすでに教令員から公表があったはずだ。俺は説教を繰り返すのが好きじゃないし、したってお前は気にもしないだろう。だがこれだけ覚えておけ。お前のこの行為は缶詰知識の密輸をはびこらせるのに加担したと。次また同じようなことがあれば個人名義で審判してやろう。じゃあな旅人パイモン、俺は先に行く。ただの脅しに決まったる。とりあえずドリーに聞きに行こうぜ。あいつならコネも多いし何か知ってるかもしれない。いつもは確かアルカサルザライパレスにいるよな。行ってみようぜ。最近やめましたもの。え、やめたのか。ええ、近頃缶詰知識がたくさん湧き出てしまって、もういい価格では売れませんの。連中は市場をほぼ独占していますが、人様からおこぼれをいただくのはごめんですわ。稼ぐと決めたら大金を稼ぐのが私のやり方ですの。おまけに最近は取り調べも厳しくなりましたし、思い切って足を洗うことにしたんですわ。どうやら無駄足になっちゃったな。まあ無駄足とまでは言えませんわよ。黒幕が誰かは存じ上げませんけれど、秘密を守ってくれたお礼に少しだけ情報をあげましょ。何しろ私もあの意地汚い連中が少々痛い目に遭ってくれるのを期待していますの。そして早く市場を引き継ぎ、早くこの業界を浄化しませんと。おいおい、明らかに自分のためだろう。缶詰知識の価値を侮ってはなりません。学ぶのに必要な条件は少なく、様々な知識がいとも簡単に手に入る。このような商品を高く売れるのは当たり前のことですわ。誰もが必要としているわけではなくとも、スメール全体となると需要は決して低くないはずですの。それに生産コストも低い、輸送費に多少お金をかけても十二分に採算の取れる商売です。だったらなんで教令員は缶詰知識の販売を禁止するんだ。複雑な知識が簡単に身につき、頭を動かさずとも知者になれる。とってもいい話に聞こえますでしょう。けれどこの世に代価も払わずメリットばかりを手に入れられるものなんてあるわけございませんよ。学習、思考、実践、知識を得るというのはもともと複雑なこと。私が物を売るように事前準備は不可欠ですわ。けれど缶詰知識は全てのステップをスキップし、知識を直接頭に押し込んでしまいますの。これには潜在的な問題が少なくとも2つありますわ。まず
あなたはその知識に絶大な信頼を寄せ、忘れたくても忘れられなくなってしまう。つまり間違っていたとしても修正する方法がほとんどありませんの。次に、長きにわたって過量の知識を吸収すれば思考能力は低下し、やがて知識を保存することしかできない生きた図書館になり果ててしまいますわ。え、そんな危ないものなのかよ。確かお前も缶詰知識を使ったよな。どこか具合が悪かったりしないか。もちろん少し使うくらいなら問題ありませんわ。だから前にも売りましたの。薬で病気を治すのと同じように、過剰摂取は毒となりうる。重要なのは使用した回数ですの。あらあら、話が逸れてしまいましたわね。とにかくあの連中は後先も考えず缶詰知識を売っていますわ。長い目で見れば間違いなくいいことではありませんの。さらに悪いことに、市場に出回っている缶詰知識だけに目を向けていると連中の罠にはまりますわよ。私が知る限り、連中の真の目的は缶詰知識を利用して機嫌の庭に関する情報を流すことですの。こちらの方こそ千載一遇の大商売ですわ。機嫌の庭？なんだそれ。伝説によると、機嫌の庭はキングデシェルト時代の遺跡で、中の宝物を手にすれば生死のすべてを悟ることができるらしいですわ。けれどこれは教令院が明確に禁止している研究ですの。聞いた話では、先日砂漠で珍しい缶詰知識を売るオークションが開かれ、中には機嫌の庭に関連するものもあったそうですわ。この情報を聞いて初めて、市場に溢れている缶詰知識は目くらましに過ぎず、彼らの本当のターゲットはやはり機嫌の庭だったのだと推測できましたの。機嫌の庭の研究は決して容易なことではありませんわ。あらゆる基礎的な知識が必要ですの。研究チームを一刻も早く結成するには、缶詰知識を使うのが一番ですわ。オークションを開いたのは、まあおそらく民間から興味のある有能な研究者を招きたかったからでしょうね。それに、必ず機嫌の庭を見つけられるとは誰にも保証ができません。ならばオークションで機嫌の庭に関する缶詰知識の値段を上げて、まずは一儲けしておくのも商売として悪くありませんわ。だったら砂漠のオークションに行ってみないか。もしかしたら手がかりが見つかるかもしれないぞ。それがいいですわ。さて、そんなお二人に、そろそろうちの砂漠特別旅行パック過去限定版をご紹介しますわ。中にはなんとオークションの位置をマークした地図も入っていますのよ。あららら、ら先ほど言いましたでしょ、物を売るには事前準備が不可欠ってことを。さあ、どんな値をつけようかしら。決まり、各旅行パックはたったの50万もら。なんて割のいい取引でしょう。バイモンの旅行パックはさらに 50% オフで、今なら25万もらでお求めいただけますわよ。高大丈夫ですわ。密輸の件を調べているのはセノでしょ。彼につけておきますわ。すべてが終わったら紹介でモラを払えばいいと彼に伝えてくださいまし。あ、直接私のところには来ないでくださいましね。バレてしまいますから。堂々たる教令員の大マハマトラとして、さすがに払わないなんてことはないでしょう。調査の経費は出ているはずですし、もっとまとってもいいかしら。早く行こうぜ。このままだとモラがすっからかんになっちゃう気がするぞ。
そうそう、缶詰知識の流通を徹底的に断つのは難しいと思いますわよ。誰もあなたたちの努力を認めてはくれませんわ。え、なんでだよ。だって短期的な視点から見れば、缶詰知識の流通は誰にとっても有益なことですもんの。黒幕はこのおかげで起源の庭を研究でき、商人たちは缶詰知識を売ってお金持ちになり、お客さんたちも普通には獲得できない知識を簡単に手に入れられる。誰しも得だと思うことを邪魔されたくありませんでしょう。未来のデメリットなんてほとんどの人は眼中にないし、気づいたとしても信じたくないものですわ。ですから、あなたたちは理解されない運命ですの。はあ、本当にお疲れです。全く悲しい話ですね。そんなあなた方、この悩みを解消する100の策はいかが。今ならなんと 30% オフですわ。またかよ。もう騙されないからな。情報源は聞かないが、信頼できるのか。起源の庭にはキングデシルト時代から残された宝物があると聞いたが、本当か？半分はな。あれはキングデシルト時代、ある怪しげな教派によって建てられた秘密の場所だ。確かに宝物もあるが、それ以上に未知なる危険が隠されている。これまでの研究資料によれば、起源の庭に入るには対価として命を支払う必要があるらしい。どう考えても普通の遺跡じゃない。だから誰にも研究できないよう、教令院は明確に禁止してるんだ。もし黒幕が缶詰知識を利用すれば、確かに研究資料を移動させたり研究者を増やしたりできるだろう。いずれにせよ、砂漠に行く価値はあるな。年々減ってはいるが、教令院や民間にはまだ存在する。何しろ起源の庭の宝物を手に入れれば、生死のすべてを理解でき、さらには死者を生き返らせることができるという噂があるからな。多くの人にとって生と死は最大の無念となる。現実離れした噂と知りつつ、それでも幻想を抱き熱狂的に追い求めるんだ。だから起源の庭に関する研究はいくら禁止しても後を絶たない。缶詰知識の中の情報がどこから出てきたのかも判断しづらいな。ところで、オークションがどこで行われるかは知ってるのか。よし、それじゃあ行ってみよう。だがその前に、俺たちについてる尻尾を片付けないとな。
尻尾？ああ、まずはここを離れよう。俺たちが動けば奴らも尻尾を出すはずだ。安心しろ。これくらいのこと俺が片付ける。お、頼もしいな。けどオイラたちだってただ黙って待ってるつもりなんかないぞ。砂漠に行くんだろう。忠告しておくが、よく考えてから行った方がいい。お前らは？俺たちが誰であるかは関係ない。重要なのは、やめるのならまだ間に合うと俺に伝言を頼んだ誰かがいるということだ。お前がセノだな。今回の件には複雑な利害関係がある。これ以上詮索すれば、いくら悪名高いお前でも無事に帰れないかもしれないぞ。ところでお前らはこの件とは関係なさそうだが、なぜ自ら災いを招くような真似をする？そうだ、見て見ぬふりなんかできないぞ。なるほどな。だがよく考えてみろ、セノ。お前はただ手柄が欲しいんだろう。もしここで身を引くなら、一歩下がってもいいと雇い主は言った。例えば缶詰知識の商売を減らして、お前の調査がかなり効果的だったことを示すとかな。それだけじゃない。利益をお前に分配してもいい。名声を得られる上、金まで手に入るんだ。断る理由は一つもないだろう。お前の話に乗る理由も思いつかないな。これ以上話しても意味はない。さっさと消えろ。そういうわけにはいかんな。金を受け取った以上、悩み事は解消して差し上げなければ。お前らがどうしても意地を張るって言うなら、ちょっとばかし痛い目にやってもらうまでだ。見切りました。無意味な抵抗。逃げ道はありません。難攻不落。さばきのイカヅチ。勝利をしてやる。お前の罪を。じゃあ審判の時だ。チッ、お前ら覚えとけ。セノ、この件に関わり続ければ数えきれないほどの奴らがちょっかいをかけてくるだろう。その時に後悔しても無駄だからな。引くぞ。いや、その必要はない。捕まえたところで何の情報も聞き出せないだろうし、罠の可能性もある。すまない。お前らまで危険に巻き込んでしまったな。俺と一緒にいると
お前らまで恨まれてしまうかもしれない。しばらくは特に気をつけてくれ。寝るときも目をつむるんじゃない。いやいや、目はつぶらなきゃ眠れないだろう。そうでもないが、とにかく気をつけた方がいい。傭兵団は失敗すると業界での評判が落ちるから、執念深いものが多い。面目を保つため暗闇に紛れて忍び込む機会を待つかもしれない。ああ、記憶に新しい。昔ある先輩と組んで任務を遂行したんだ。あの時は経験不足で、事件が終わったからと気を緩めてしまい、残党の襲撃を受けた。先輩が代わりに切られ、俺たちはやっとのことで残党を片付けた。それからはより慎重になったし、用心して寝るようになった。そんなことがあったのか。で、その先輩は無事なのか？手首の軽い骨折が治るまでに2ヶ月かかったが、幸い後遺症はなかった。去年一身上の都合で一般職に転身され、俺がやってるような外の任務はやらなくなったよ。先輩の名はタージ・ラドカニ。人望の厚いマハマトラだった。これから接触することもあるだろう。とにかく危ない橋を渡ってることを自覚しろ。俺はもう慣れているが、やはりお前たちが傷つくところは見たくない。安心しろ、オイラは気合を入れて危険を先に察知しておくから。ああ、心配するな。この状況も長くは続かないだろう。ことが終わったら潜在的な危険も一掃してみせるよ。目標地まではまだまだある。もうちょっと辛抱してくれ。それに周りの環境からするとここはいい休憩場所とは言えない。分かったよ。それにしてもセノは暑くないのか？暑いに決まってるだろ。あ、もう慣れたかな。何か秘訣でもあるのか？おいら、もうダメかも。できるだけ理性を保ったまま気力を維持するんだ。気が緩むと疲れを覚えやすくなってしまうからな。自分の体の限界を脳に判断させずに一歩ずつ歩みを進めるんだ。比較的安全な場所にたどり着いたらまた気を抜いていい。なるほどな。でも安全な場所ってどこだ？ここは結構安全に思えるんだけど。だってほら、砂漠が果てしなく続いてるだけで近くに魔物もいないし。うわぁ、サソリだ！毒を持ってそうだけど、一体どこから来たんだ？気をつけろ、様子がおかしい。岩山八九。まさか
サソリが出るなんて。普通のサソリじゃない。見ろ、ハサミに番号がある。これは飼育されてる証だ。俺たちがオークションに行くことを望まない者がいる。連中はこいつを使って邪魔しようとしてるんだ。見渡す限りの砂漠、俺たちがやられても知る者はいない。危なすぎだろ。油断してなくてよかったぜ。でも一つ気になることがある。砂漠には固定のルートがあるわけじゃないのに、奴らは俺たちが来るのをどうやって。動くな。やっぱりか。奴らはこれをお前につけてたんだ。なんだそれ。妙論派が作った小型トラッカーだよ。装着者のおおよその位置がわかる。装置の量産は許可されてないはずだが、どこで手に入れたんだ。まさか妙論派の学者までが片棒を担いでるのか。おかしい。そんなものまであるのか。でもなんでこいつについてたんだ。おそらく傭兵と揉めた時につけられてたんだろう。あの時は混沌としてたからな。無理もないよ。セノが気づいてくれてよかったな。それじゃさっさとそれを捨てちゃおうぜ。いや、もう少しつけたままにしておこう。後で役に立つかもしれない。さてオークションに行こうか。ここで時間を食いすぎるとまた別の危険が生じるかもしれない。場所で間違いないよな。な、もしかしてちょうど休憩の時間だったか。傭兵を倒した後、俺たちは急いでここまで駆けつけてきた。誰かから報告が行くことを恐れたからだ。それでも逃げられてしまうとは。おそらく奴らはトラッカーから俺たちの動きを察知し、事前に撤退したんだろう。それじゃあどうすればいいんだ。探す。缶詰知識を全て持っていく余裕はなかったはずだ。残った中から手がかりが見つかるかもしれない。それじゃ気合を入れて探そうぜ。何か分かったか。
特にこれといったものはないみたいだぜ。起源の庭に関する缶詰知識はもともとさほど多くなかったのかもしれない。撤退するときに全部持っていったんだろう。だが心配はいらない。もう一つ方法がある。お前らは来た道を戻り、俺はここに隠れる。しばらくしたらまたここで合流すればいい。収穫はあるはずだ。慌てて撤退したからか、残っている貨物も多い。このままずっと放置するなんてことはありえない。俺たちが離れたのを確認したら、必ず片付けに来る奴がいるはずだ。だからトラッカーをできるだけここから離して、もうここが安全だと誤認させるんだ。なるほど。オイラたちをおとりに、奴らをおびき出す作戦だな。よし、早速出発するから、ここはお前に任せたぞ。安心しろ。もし奴らに来る勇気があれば、必ず引き止めておく。ことは急を要する。準備ができたら言ってくれ。収穫があるといいな。
さっき現れた時、俺は先手を打たずしばらく観察していた。こいつは黒幕じゃないが、ある程度重要な商人のはずだ。そうだろ。さすがは瀬野、察しがいいな。はあ、君がいると分かっていれば目先の利益は貪らなかった。利益を貪る？どういう意味だ？君たちが来ると知って、各地の缶詰知識商人はすぐ逃げ出した。全ての貨物を持っていく余裕はなかったんだ。それらの缶詰知識は元より主なきもの、つまり誰よりも早く持って帰れば大儲けできる。まあ今更言っても無駄だがな。お前は缶詰知識の製作販売をしている黒幕を知ってるな。俺の手を借りるか自分で吐くか決めてもらおう。自分で言うよ。でもその前に場所を変えてくれないか。ここに残って君たちと接触しているところを誰かに見られたら、俺だけでなく身内を危険にさらすことになる。どこならいい？R村に俺の家がある。そこなら安全だ。いいだろう。旅人、もうトラッカーを外しても大丈夫だ。では行こうか。おい、小賢しい真似はするなよ。俺を買いかぶりすぎなよ。あの瀬野の恐ろしい目に睨まれちゃ手の施しようがないさ。俺の娘で、市民というんだ。少々人見知りでね。市民、パパはお客さんたちと話があるんだ。いい子だから自分で遊んでいなさい。ま、わかった。さて、この業界で瀬野の名を知らない者はいない。で、お二人は？オイラはパイモン。こいつは旅人だ。正直、単独行動ばかりしている瀬野にも仲間がいるなんて思ってもみなかったよ。だからトラッカーが離れたのを見て、瀬野が何も手に入れず帰ったと確信したんだ。だがたとえ囚われの身でも、俺は君たちを説得したい。調査はここまでだ。これ以上深掘りしない方がいい。なぜだ？制作、販売、利益の割り振り、各作業には数十人から百人単位の者が関わっている。みんな高い利益を得るために集まってきたんだ。この苦労して掴んだサプライチェーンを維持するために、誰もが全力を尽くすだろう。いくら君でも必ず壁にぶつかる。それにもし成功したとしても、君に感謝する人は誰一人いない。君自身も悲しむことになるだろう。何のためにそこまで一生懸命やったのかと。それについて文句はない。誰しも自分のこだわりがあるものだ。はあ、パパ、これお茶、お客さんなの？ああ、
お客さんにお茶を出すのを忘れてたよ。ありがとうな。大丈夫。そのうちのお茶は苦いでしょ。だからパパからもらったキャンディーを入れたの。少しは飲みやすくなるかも。本当にいい子だ。キャンディーはまだあるかい？ないならまた今度買ってあげよう。ありがとうパパ。それじゃ休んでくるね。関わる人は高い利益を得る、そう言ったな。だがとてもそうは見えない。実は個人的なお願いがあって、それを君たちに相談したかったんだ。娘は生まれた時から難病に悩まされてきた。心臓や肺が普通の子供より弱くてね、ちょっと激しい運動をしただけで意識を失い、命に危険が及ぶんだ。だからあの子には小さな頃から遊び相手がいなかった。一日中部屋に閉じこもって、かかり続ける薬代の負担もなかなかのものさ。俺はもともとはただの一般商人だったんだ。朝早くから夜遅くまであちこちを走り回ったが、稼いだ金では全然足りなかった。日に日に弱っていくあの子を、ただ見ていることしかできなかった。だがある日、ある人が金儲けの道を示してくれたんだ。それが缶詰知識の商売か。そうだ。おかげで俺は大金を手に入れ、やっとあの子の治療をちゃんと始めることができたんだ。元気になっていく姿を見て、俺は誰よりも幸せだと思った。俺のようなものは他にもたくさんいる。缶詰知識の密輸は君たちにとっては許せないことかもしれないが、俺たちにとっては生きるための手段なんだ。こんな話をしたのはただこれをお願いしたかったからだ。調査をやめてくれ、瀬野様。どうか俺たちに生きる道を残してくれ。そんな、つまりオイラたちが缶詰知識の販売を禁止したら、あの女の子は。それでも俺は真相を突き止めなきゃならない。あの子の病気を見てくれる人を探すことはできるが、缶詰知識の密輸に目をつむることは決してできない。それとこれとは話が別だ。そう言うだろうと思ってた。だが君の言葉をもらっただけでもう十分だ。どうしても調べたいのなら家の奥を探してくれていい。つい最近仕入れた貨物が置いてある。それを見ればわかるだろう。が整然と並んでいるとはな。しかもたった一人の商人の拠点に過ぎないのに、この数、小さな工房じゃ到底生産できない。まさか本当に強霊院が。いや、これほど大量の貨物が市場に流されているのに審査しないはずがない。なあ、ここら辺の缶詰知識なんだか違うぞ。もしかして、これが起源の庭を記録した缶詰知識なのか？ああ、おそらくそうだ。待て、これは？これは、マハマトラの検閲用の印象だ。この印があれば、貨物が検査を通過したという証になる。トラッカーを見つけたとき、強霊院の誰かが関わっているのではと疑ったが、あれだけの数の缶詰知識を強霊院から送り出す方法がわからなかった。今ようやくはっきりしたよ。この印象がある貨物は、二次審査を通さずとも強霊院の出入りが自由になる。ふん。だから深掘りさせたくなかったんだな。信じられない。規則を破ったのは、マハマトラ自身とはな。なあ、一つ頼んでいいか。これらの缶詰知識は、強霊院から出たものだ。
地源の庭に関する知識は教令院に封印されている研究資料を参考にしたのかもしれない。資料室に行って記録を確認すれば黒幕がわかるはずなんだ。だが俺の今の身分では気軽に教令院には行けない。警戒させるだけだからな。この件お前に調査を頼めないか。ナビルに手紙を書いて資料室まで案内させる。おう、オイラたちに任せろ。俺はこの間を利用してやりたいことがある。黒幕の手がかりは教令院を指しているが、明らかに教令院以外の勢力が関わってる。バーハリから他の商人の情報を手に入れられるだろう。俺はここに残って事前準備をするから、何か見つけたらいつでもここに帰ってきてくれ。教令院を調査なんかしたらすぐあいつらの耳に入るぞ。遅かれ早かれ、奴らはきっと俺と俺の娘を見つけ出す。心配するな。その前に俺が奴らを探し出す。安心できないのなら知ってる参加者を吐いてくれ。手がかりが増えるほどお前たちも安全になる。はあ、分かったよ。なりたい。もう一人でお家にいるのは嫌。こんにちは。またお会いしましたね。お二人とも瀬野先輩は見つけましたか？先輩の方はいかがでしたか？手紙を読み終わりました。こんなことになっていたとは。すみません。これほど危険なことだと知っていたら最初からあなたたちを巻き込んではいませんでした。平気平気。オイラたちも瀬野の力になりたいんだ。先輩があなたたちのことを信頼しているのがわかります。何しろ資料室に封印されているのはただの研究資料だけじゃない。基本的に禁止されている危険な研究ばかりですから、私ですら普段は自由に出入りする権利を与えられてないんです。もちろん瀬野先輩の紹介状があれば問題ありませんが。そうです、教令院では学術に関しては比較的縛りが緩く、あらゆる研究を奨励しています。ですが研究の中には、あまりにも危険で、マハマトラが介入して止めなければならないものもあるんです。研究が廃止されれば、その研究資料の大半は廃棄されることになります。しかし後世への警告のために、記録は残します。だから今でも一部の資料は、秘密の資料室に保管され、専任の者が管理してるんです。さあ、案内しますので行きましょう。瀬野先輩が探している答えがあればいいんですが。秘密の資料室って危ないものがたくさんあるような気が。気をつけような。
はい、かしこまりました。セノが紹介してくれたものであれば信頼に値します。起源の庭に関する研究資料を好きなだけ調べてください。何か不明点があればお気軽にどうぞ。ただ他の研究資料に関してはあまり見ないでおくことをお勧めします。知りすぎるのも良くないですからね。治療室の内部はこんな感じだったのですね。おかげで一緒に見識を広めることができました。教練員には口の固い人が多いです。でも何があっても秘密を守ると思わせてくれる人は少ない。セノはその一人です。今は教練員にいませんが、私は彼を信頼していますし、彼が紹介してくる人も当然信頼しています。さあ、研究資料はあそこです。速やかにご確認を。念のため、本棚の背面には触れると発動する罠が設置されています。間違えて触らないよう気をつけてくださいね。セノの昔の相棒？ああ、タージ・ラドカニのことですね。あなたたちの勘はなかなか鋭い。実は、ムルタダ・ラドカニはタージの一人息子なんです。なんですって？タージ先輩の息子さんは起源の庭の研究で投獄されたんですか？なんでそんなに驚くんだよ。お前、マハマトラじゃなかったのか？いや、当時は秘密逮捕で事情は公開されていませんでしたので。タージ先輩のお子さんが逮捕されて投獄されたことは知っていましたが、私どころかセノ先輩だってこの件を知らないはずですよ。いえ、それは叶いません。投獄から間もなくムルタダは監獄で自分の命を絶ってしまいましたから。タージのことはお耳に入ったんでしょう。特にナビルはいろいろ聞いてるはずだ。マハマトラの中でタージを知らない者はいません。彼はもう50近くになりますかね。まあ一番経験豊富なマハマトラの一人でしょうね。素直で潔白で
数々の功績を残し、昔から熱い人望を集めてきた人物です。それに彼はセノの唯一の相棒でした。セノと同じく槍術に優れていて、二人は任務遂行の合間に何度も手合わせしていました。ええ、私も瀬野先輩から聞いたことがあります。でもある日、タージ先輩は無限に続く戦いから身を引き、事務職に移られて。あ、もしかしてムルタダのことと関係があったのですか？ムルタダ・ラドカニが生まれた頃、タージはすでに名を馳せていました。ですからムルタダが教練院で学んでいた時、周囲の人々は常に彼に最高の基準を求め、大きなプレッシャーを与え続けたんです。親子が仲違いしたこともありましたが、最終的には和解しました。しかし残念なことに、和解から間もなくムルタダが教練院の禁令を無視して起源の庭を研究していることがバレてしまいまして、タージは自ら彼を拘束し監獄に入れました。ムルタダはひざまずいて許しを請いましたが、タージは全く応じず、その後間もなくムルタダは割れたお椀のかけらで自分の首を切り、タージが牢に駆けつけた時にはすでに手遅れでした。彼は息子の最期を見届けることすらできなかったんです。その後タージは時々資料室にやってきては、暗い顔でムルタダの研究資料をさすっていました。彼が事務職に転身したのもショックを受けたからでしょうね。まさかそんなことがあったなんて。タージ先輩は誰にも言わずにきっと苦しんできたんですね。うん、なんだかオイラまで悲しくなってきたぞ。お前はどう思う？待ってください。まさかタージ先輩を疑っているのですか？それはありえません。タージ先輩は身分も高いですから、起源の庭に接触するチャンスもありますが、だってタージ先輩ですよ。あの人がルールを破るようなことをするなんて絶対にありえません。もし缶詰知識が教練員から漏れていたと仮定するならば、タージは確かに疑わしいですね。ここしばらくで起源の庭に関する研究資料を確認しに来たのはタージだけですから。起源の庭に関する資料の内容は複雑で数が多い。当時7人の学者が逮捕、投獄されましたが、研究を再開することは容易ではないでしょう。資料の意味を理解するだけでも大変なことですから。でも、缶詰知識にしてしまうなら話は別です。すぐ習得できるし、教練院以外のところでも密かに研究を再開できます。だとしても。噂に聞く限り、起源の庭の宝物は人の生死を掌握し、死者さえも生き返らせる力を与えてくれるんでしょ。彼はそれを使ってムルタダを蘇らせたいのかもしれません。私自身もタージがこのようなことをするとは思っていません。私は知っている限りの手がかりを提供しただけです。真実を突き止め犯人を捕まえるのはあなたたちマハマトラの仕事です。他に聞きたいことはありますか？なければお帰りください。おいら頭がクラクラしてる。もうどうすればいいんだ？あ、そういえば缶詰知識は教練院から出たと瀬野先輩はそう思っているでしょう。もし本当にそれだけの箱があれば、誰も気づいてないことはないはずです。教練院の入り口にいる人たちに聞けば何かわかるかもしれません。安心してください、タージ先輩。必ずあなたの汚名を返上してみせます。よし、それじゃあ情報を集めに行こうぜ。ん？まだ何か聞きたいことでも？Thank you.
すみません、最近大量の貨物が京霊院を出入りするのを見かけませんでしたか？どういうことですか？京霊院にはいつも大量の貨物が出入りしていますけど、食材に原料、実験装置など毎日多くのものが消費されています。適宜補充しないといけませんから。マハマトラが押した印象付きのやつを探してるんだ。見たことないか？その辺は何とも。普段わざわざ印象がついてるかどうかなんて見ませんし、他の人に聞いてみてください。京霊院には毎日すごい量の貨物が出入りしています。そんな探し方じゃ海に落とした針を探すようなもんですよ。すみません、最近大量の貨物が京霊院を出入りするのを見かけませんでしたか？記憶にないな。他を当たってくれ。記憶にないと言っただろう。すみません、最近大量の貨物が京霊院を出入りするのを見かけませんでしたか？何かあったんです？いや、異常あるかどうかを確認したいだけです。異常はなさそうですがね。強いて言えば、確かに気になったことが。妙論派の学者が最近よく外に物を運び出してるんですよ。毎回少なくとも数十個は大きな箱を積んでて、何のものかと聞いたら廃棄する機械だって言われましたよ。前から妙論派はよく捨てる機械を旅商人に売っていましたから、その時は気にも留めませんでした。でも最近出入りの回数があまりにも多いんですよね。廃棄されたパーツとか前はそれほど多くなかったんですけど。疑わなかったのですか？そういう場合は普通貨物を調べてみるでしょ。いや、箱にはマハマトラの通貨の目印がありましたから、普通は調べないでしょ。もちろん偽造って可能性も疑いましたが、それでどうなったと思います？この貨物はすでに審査済みだから、あの学者を困らせるようなことはするなって、あのタージ様が直々に伝えに来たんですよ。まさかタージ様が偽造したってことはないでしょう。そんなはずありません。きっとどこかが間違っているんです。タージ先輩は決してそういうことは。いいえ、だってありえません。タージ先輩はずっと真面目にやってきた方なんです。誰かが彼を陥れようとしてるに決まってます。少し待っていてください。タージ先輩と一緒に働いているマハマトラを知っていますので、会わせてもらえるようお願いしてみます。僕もタージ先輩に連絡がつかないって言ってるのに。昨日エルマイト旅団の人が何人か来て、タージ先輩は執務室で彼らを出迎えたんです。ドアの外に立っているとかすかに見つけたというような会話が漏れ聞こえました。そしたら執務室のドアが開いたんです。エルマイト旅団の服に着替えたタージ先輩が連中と一緒に出ていくのを見ました。
そのまま先輩は今日も出勤していません。僕も変だなって思ってますよ。先輩に会いたいんだったら先輩の家に行けばいいんじゃないですか。スメールの郊外にお住まいですよ。あ、エルマイト旅団。やっぱりタージが缶詰知識を作ったやつだったのか。そんなはずが。タージ先輩はセノ先輩と並んで私たちマハマトラの心の中の英雄ですよ。彼がそれをやるなんて。そうですね、そうするしかありません。そんなに落ち込むなよ。きっと真相を突き止めるからな。タージ先輩はスメールの郊外にお住まいです。ご自宅に伺って探しましょう。もしかして当たりでした？その貨物が怪しいって。先輩の家ですか。誰もいないみたいですね。どうするんだ。このまま侵入するか。いや、待ってください。鍵が開いてますよ。もしかして慌てて出かけてから閉めるのを忘れたんでしょうか。そういえばまだタージ先輩が犯人だと確定したわけではないんですよね。このまま入るのはあまり良くない気が。そうですね、今調査命令を出したとしても早くて明日からしか適用されないでしょう。急を要する事態ですし、タージ先輩も分かってくれますよね。これは名前がたくさん書いてある紙と地図か。ナビル、何か分かったか。これは確かにタージ先輩の筆跡です。紙は帳簿のようですが、この内容は先輩と多くの人との取引が記録されています。帳簿から見ればこの密輸事件の規模はとんでもない大きさのようです。関わっている者は300名以上、身分のある名士だけでも数十人はいます。学者だけではなく商人、傭兵たちも。瀬野先輩はまだ相手の大きさを知らないでしょう。これほど巨大な組織を相手に一人ではとても太刀打ちできません。そうですね、瀬野先輩はいつもそんな感じです。地図は起源の庭の位置を示しているようです。これを瀬野先輩に渡して先輩に判断してもらいましょう。もしタージ先輩が本当に自らの立場を裏切り許されないことをしたのだとすれば、おそらく今は起源の庭にいらっしゃるでしょう。先輩を疑いたくはありませんが、私は先輩との交流が浅かったのも事実です。瀬野先輩なら何か見抜けるかもしれません。これは早く瀬野に見せに行こうぜ。先輩を疑いたくはありませんが、私は先輩との交流が浅かったのも事実です。瀬野先輩なら何か見抜けるかもしれません。
タージ。そういえば、確かに長い間、あいつを見てないな。時には過激な手段も取るが、決して己の心に反することはしない。真っ当な人物だった。それじゃあ、セノはあいつが犯人と思うか？わからない。ムレタタの剣が、あいつにどれほどの影響を与えたのか、俺には想像もできないよ。人は変わるものだ。俺にもそれを否定できない。子供を愛する感情なのか、それとも別の意図があったのか。今の彼はどんな人物なのか、俺たちは自分の目で確かめるしかない。そう、いずれにせよ、あいつがこの件に関与し、情報があるにもかかわらず報告を怠ったことは紛れもない事実だ。だからこそあいつに会うんだ。理由を聞いて審判してやる。さあ、先を急ごの雷。逃げ道はありません。